広瀬河原車両基地は埼玉県熊谷市大麻生2229-3にある秩父鉄道の車両基地である。広瀬河原車両基地は広瀬野町の森駅、大麻生駅の間にある貨物駅の広瀬河原駅に隣接し、1969年3月熊谷駅の南側に設置されていた工場及び建築を移転して設置したものである。校内には 秩父鉄道を走るすべての車両が所属する熊谷車両区全般検査等を行う熊谷工場等の車両検査修繕施設のほか東側には転車台もある2004年までは一般には非公開だったが2005年6月4日にイベントを開催し初めて一般公開した好評だったことから翌2006年5月14日には2006 ワクワク鉄道フェスタと題して公開。2007年5月19日にも同盟で開催し、以後毎年同イベントを5月中旬頃に実施している。2020年には3月に秩父鉄道としては初めての電気機関車運転体験イベント、8月には回送列車に同乗して訪問するツアーの開催を告知している。 2017年4月1日時点の配置車両を示す。車席外、車両を2017年4月1日までに当車両基地に保存されている車両を示す。出来101保存車ではないが、車席外車両として5000系や12系客車なども留置されている。これらは車窓や敷地外から見ることができる。出来にでは805。ありがとうございます。